どうも、のっちゅん TV です。ウマ娘動画やっていきたいと思います。で、今回の動画なんですけども、ピックアッププリティダービーガチャにコパノリッキー、ついに実装されました。サポートカードはですね、マンハッタンカフェ星雲スカイとなっていて、こちらの性能解説もこの後動画上げます。もしくは今もう上がっていますので、よければね、そちらの動画を見てみてください。ちょっとね、まあサポートカードとか引くべきかはですね、前回も言いましたが、こちらね、ガチャ注意点、ハーフアニバーサリー前、ハフバ前なので、ちょっとね、引くべきカーは、そのハフバのプラス、新シナリオですね、それを見てからっていうところが、サポートカードね、性能を実際にその次のシナリオでも強いかというね、ところが論点になるので、それを待つっていうことになるんですけども、まあ、いろいろ言えることがあるので、ぜひともそちら動画も見てみてください。で、今回キャラガチャの方なんですけども、こっちの馬娘ちゃんもちょっと面白い性能をしてきたなっていうところです。まずね、ここは軽くいきます。解説動画は他の動画で上げてるんでね、ぜひとも動画一覧からチェックしてほしいんですけども、いろいろありまして、まずですね、緑スキルが増えているとかね、そういうところがあります。で、適性に関しては、まあ予想通りというか、ダート、マイル、中距離、逃げ先行っていう風に言ってたんですけども、そこはあります。で、サシは柏記念とかでね、サシで勝っていたとかあったので C になっていたり、短距離 C とかね、そういうところで適性面も結構いいかなっていうところ。で、あと、ちょっとこれ解説動画でも言うんですけども、芝 F です。これはですね、芝、まず E あればなっていう風に思ったかもしれないんですけども、逆です、これは。芝のレース1回も出てないんで芝 G が普通なんですけども、これ言ってたあれですね、武豊さんのボーナス入ってますね。芝の馬だったかもしれませんとか言って、コパさん芝の馬だったかもしれんっていう発言、武豊のおかげで F になっているっていうのがあるかもしれません。あとはですね、一応決闘でそのね、芝もいけるかもしれんっていうのがあるっていう話があるんですけども、まあこれ G じゃなくて F っていうのはそういうところがあるのかなとね、高豊ボーナスかなと個人的には思ってます。決闘からっていう風にね、言える人もいると思うんですけども、まあそんな感じになっております。で、固有スキルもですね、これね、能力に応じてとかいろいろあるんで、それは、動画でね解説しますんで、よければ解説動画見てみてください。でとりあえずはですね、まあちょっと面白い性能というかね、しているというところと、あと考察がすごいはかどるっていう感じです。はい、ということで早速引いていきましょう。これさ、無料1回で出ちゃったらこの動画どうしよう、ボツになる。あー、出ちゃえ出たらもうショート動画であげるべ。はい、そんな感じになっているんですけども、まあ一応ハーフアニバーサリーがあります。この右のガチャ注意点って言ってるところ、これがまあ、一応あるので、まあ、そのシナリオが次ね、どうなるかとかもあるので、まあ、もうすぐ引きたいっていう人以外は、まあ、このね、無料1回で出ることを狙っていくっていうのが一番いいと思います。そしてですね、ちょっとこれ触れてなかったんですけど、固有スキルやばすぎ。カメハメハ打ってない？カメハメハもしくはこれあれだよね、キリュアのじいちゃんじゃん。ドラゴンダイブじいちゃん、ハンターハンターのキルアのじいちゃんの放出系だね、これ念能力で言うと。放出系です。変化系か。放出系じゃないかな。ちょっと変化系か放出系か、ちょっと系統はね、あれですけども。これね、ドラゴンダイブもしくはカメハメハ打っているという感じです。いや、かっこよすぎだろ。やっぱそういうとこ、ハフアニバーサリーだからかっけえ固有をぶち込んできたのかな。いや、あとあるのがね、あれなんだよな。結構その、まあ、星雲スカイしかり、コパノリッキーしかり、あと北サンブラックしかり、馬主さんへの忖度というかわかんないけどさ、そういうキャラちょっとだけ強くなるんだよな。北さんとかな、星雲スカイとかな。うん、そういうのはありつつですけども。まあ、性能としてはでもまあまあやれるかなっていう感じですね。芝も F なんで、魔改造すれば、全然 S 狙えるっていうところがある。プラスまあ G から魔改造っていうのは昔していたっていうのもね、マミークリックとかね、ダートのチョコブルボンとかであるので、 F だともうちょっと魔改造しやすくなるんで、まあ全然なんか出てきそうです、いろんなレースで。はい、ということでね、いきましょう。早めに出てほしいな、ちょっとねシナリオとか見たい。お願いします。ハフは前だからもう早めに出ていい。
マジで。いや、白すぎる。やめに出ていいとかないか。このガチャは。くえ。ちょっと冷房でクーラーで喉がやられてる。真っ白やないか。なんぼで。なんぼで。なんぼで。白すぎる。ダートのレースね、追加されたんでね。うらちゃん。最低保証じゃん。真っ白銀世界。これ厳しくなりそうだけど。30連ぐらいで出てさ、ちょうどいいんじゃない。いや。いや、やっぱアルバ前だからさ、皆さんこのガチャ動画を見て、あのガチャ欲を落ち着けてください。やばいっしょ、やばくない、白い。白いね。ああ、いや、ポロ1ポロリと出てくれよ。いや、きつくなりそうなんだけど。嘘でしょ。あ、やっぱりさ、無料1回のやつの手しか入ってマジ。やばそうだね、マジで。やべ、9000円溶けた。9000円溶けた。マジか。ちょっと厳しい戦いになりそうだけど、ここで厳しい戦いにならないでほしいんだけど。勝ちで。もういい、ポロッと。まず虹も何もねえぞ。え？いや、一番最低保証演出なんだが。ロングスター。あ、どっかで、ポロッと。ポロ1頼む。ポロ1。ないか。昇格してくれ。ポロ1。エアグループガチャじゃん。ポロ1。エアグループガチャじゃん。マジ。すごい引きだけどな。逆にな。3連。金全部エアグループ。ほー。やばい、1万5000円。マジでやばいって。入ってないよ。やっべ。いや、注意点って言ってんのに。マジで注意した方がいいぞ。あれ。親の顔が見えるよね。母親顔が見えるよね。母親の面が見えるよね。嘘でしょ。あれ、ママガチャだった。次は母親だったな。あれ、ちょっと待って。60。ああ、もう頼む、決めてくれ。アニバーサリー前っていうか、今回のさ、このさ、うわー、最強演出エクリプスさんの扉、これは頼む。コパで頼む。うわー、ちょっとコパじゃなくてもここで切るか。動画が長すぎるって言われるからさ。ということで、よければチャンネル登録よろしくお願いします。キャラ解説とかサポート解説、あと新シナリオ解説がね、一番なんですけども、それやっていくんで、ぜひともチャンネル登録だけでもよろしくお願いいたします。高評価は任す。さて、お願いします。今、ここで決める。レッツゴー！マクシン、ここ！あ、まだだった。次かな。はい、お願いします。ここでもういいです。ほんと虹が全然出ねえしさ、やばすぎるから。区切り。いきます。レッツゴー！レッツゴー！
ス巻き、ドラゴンダイブ、ハメハメハッ、ありがとう。ということで、よければチャンネル登録よろしくお願いいたします。ギリ助かったかな。結果62、悪くない。ありがとう、ありがとう、いつもありがとう、感謝感謝です、ありがとうございます。登録もまだの方よろしく。レッツゴー。